今回は横須賀市にあるどぶ板通りにやってきました。今や有名な観光地ですよね。かつては道の真ん中にどぶ川が流れていて、邪魔になるため厚い鉄板の蓋をしたことからどぶ板通りと呼ばれるようになったそうです。スカジャン発祥の地としても有名で、日本の商店街にアメリカ文化がブレンドされ独特の魅力がありますね。今回はこのどぶ板通りを素敵な歌声とともに、あなたは今いるこうアメリカで別れて、振り返れば美目秀麗アンバターもエクボナリ、他の口のうまい男に騙されて